スチャバは、ルーマニア・モルダビア地方及びブコビナの都市。スチャバ県の県と、14から16世紀は、モルダビア公国の首都。市内は2種類の地区に分かれる。一つは、丘陵地帯。もう一つは、スチャバ川谷の湿原である。例外的なスチャバ市の配置には2つの、小さな森座向かと尻尾手がある。どちらも市内に含まれる。 近郊自治体のブルディジェには通りで、スチャバとつながっており、衛星都市のように見られている。スチャバ要塞やとスチャバという名前は、ダキア発祥とされており、鳥を意味するデイバから発生したとみなされている。17世紀のモルダビア公、ディミトリエ・カンテミールは、自身の著作でスクリプティオ・マルデイビで、氏名はハンガリー語の SZCSVR から、来たと記している。 スチャバは長きにわたって、モルダビア公国の首都であり、代々のモルダビア公が邸宅を構えていた。アレクサンドル・ラプシュネアル公時代、創始国オスマン帝国のモルダビア公をより監視しやすい、平野部のヤシへ置くという意向から、首都が移された。ブッコビナの残りの部分と一緒にこの地方の行政中心地であったスチャバは、1775年から1918年まで、 ハプスブルク君主国の支配下にあった。当時、ハプスブルク領との国境は、市のちょうど南東に通っていた。第一次世界大戦後、スチャワは大ルーマニアの一部となった。ありがとうございます。